アンケートの中、収まって係員が離れます。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。13番ランガンが後方、さあ先行争い、まずは3番の大勢ピューマが出ていきますが、7番ヨリナエスポワール、争いに迫っていって2番手、外には9番のモデルハントが3番手、内から2番の山竹プレーダー、さらに4番のサミアドがちょうど4番手5番手、その後ろに10番のリアルファインドがつけました。あとは2馬身差、外から15番ネオシルバー、内にコースを取って16番ヘブンリーハンド、1コーナーのカーブです。花に立ったのはコーナーワーク3番大勢ピューマ、体半分のリード、そこから7番ヨリナエスポワールが2番手、3番手は2頭、内から2番の山竹プレーダー、外にはスーッとそれをかわしながら9番モデルハント、2番手に接近、その直後に4番サミアド、さらに外並んでいった10番のリアルファインド、向こう上面です。中段に16番のヘブンリーハンド、外に並んでいく15番のネオシルバー、あとは1馬身内から8番のマジックモーメント、あとは4馬身ぐらい離れて13番ランガン上がって11番北野ラトゥール、それから3馬身差、外から押し上げていく6番里野ダンディ、その後12番のディアスポラ、内から5番のバイユーランの追走、 1000m64 秒2で通過、さらにはその後方にバイユーランの後ろから4馬身離れて14番のローズブラウンという体型、各馬3コーナーのカーブ、さあ前は600を通過して3頭固まってきました。さあ今度は3番の大勢ピューマを捉えて7番のヨリナ・エスポワールがここで先頭に変わります。さらにはその外からは9番のモデルハント、さらに外から15番ネオシルバー、先端3頭400を通過、その後ろの4、5番手に10番のリアルファインド、4コーナーをカーブ直線へ、さあ先頭は9番のモデルハントが立ちました。さらに外から15番ネオシルバーが並んでくる、そして7番のヨリナ・エスポワールが3番手で待って200を通過、しかしその外から追い込んでくる16番のヘブンリーハンド、さあ先頭はここで15番のネオシルバー、1馬身突き放す、おお外から12番ディアスポラの猛戦と追い込んで前に迫ってくるが、ネオシルバーゴールイン、12番のディアスポラ最後ものすごい足、先頭に迫りましたが2番手まで、勝ったのは15番ネオシルバー、そして最後に2番山竹プレーダー、今入線です。3着争い接戦、9番モデルハントと16番のヘブンリーハンド。